はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけどね、今日はこちらのね650タントです。でこちらのね納車準備ですね。こちらねうちの在庫であったんですけど、まあ、それがねこの度売れたっていうことなんで、まあ、それに合わせて納車準備をすると。で車のね走行距離なんですけど2000キロ走ってないんで、内容的に言うとね、まあそんなにやることもないのかなっていう気もしますけど、まあとりあえずはね、まあ全く何もしないわけではないんでね、まあ納車準備の方を進めていきますので、皆さんご視聴の方をねお願いします。はい、じゃあこちらですね、クレベリンの方はね今からやっていきますね。でちょっとね新車種がすごいんで、これねちょっと2本使ってやっていきます。でこう振るとね、ここがちょっとこう色が変わるんですよね、この辺の色が。で今回ね、クレベリンちょっと2本使ってます。でね、新車の匂いをね、ちょっと消すっていうところで。で、本当はね、後ろの座席とかに置くんですけど、今ね、これエアコンをね、エアコンっていうか、まあ、風を送ってます。AC は切ってますけどね、そこで吸わせてね、エバポレーターから全部もう一気に匂いを、ね、消しちゃうと。で、エアコンフィルターはこれの後にね、交換をするっていう流れになります。はい、じゃあね、今から今度はエンジンオイルのね、交換の方をしていきます。で、こちらね、まあ一応ね、半年に1回ぐらいはね、ちゃんと変えてたんですよ。あと距離はね、あんまり乗ってないんですけどね。だからまあ見てもらえばわかると思いますけど、緩みはね、綺麗っていうとこですね。今こちらの方のね、エンジンオイルの方を交換していきます。で、あとエレメントもね、変えておきます。まあ、そして次はね、こちらウォッシャー液の方をね、入れていきます。で一応凍らないようなね、濃度では作ってます。そしてね、ブレーキ液交換ですね。こちら。ちょっと色味がね、黄色くなってますね。で、ブレーキ液の交換をします。なんで、あと、グリスアップとか清掃関係はね、保証継承にこのままね、出す予定になってるんで、もうそちらに任せるっていう形にしてます。で、交換後ですね、こんな感じで綺麗になってますね。で、次はね、下回りの塗装の方をしていきます。まあ、状態としてはね、ほぼほぼ新車に近いようなコンディションを維持してるんで、まあ、やる必要なんかは全くないって言えばないんですけど、まあね、塩害だとか、まあ、あと経年劣化によるね、まあ、錆も出ないわけじゃないんで、今のうちにね、まあ、やっておくと。で、まあ、石とかが当たってね、剥がれてはいくんですけど、それでもね、何もしてないよりはいいっていうところと、まあ、あとそういうのが当たらないところはやっぱ剥がれないんで、まあ、鉄板と鉄板の継ぎ目とかね、アームの溶接部とかね、そういう部分がどうしてもね、錆びやすいんで、まあ、このね、綺麗な状態のうちに、今やっておくっていう方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、山間部とかに住んでるとどうしてもね、雪とかね、そういうのもあるんで、そういう塩害のことも想定してね、しっかりとね、下回りをまあ、コーティングじゃないですけどね、まあ、そういう意味合いを込めてね、しっかりと錆止めをするっていうところですね。そして次ですけどね、こちらですね、車の方のね、磨きの方をします。まあ、実際ね、綺麗なんですけどね。まあそれでもね、どうしても雨水とかによる際だれみたいなね、ちょっと黒っぽい水垢みたいなのとかもついてるんで、まあしっかりとね、綺麗にして、まあベストな状態でね、まあ引き渡しをするっていうところですね。ですので、しっかりとね、磨きの方もやっていきます。で、次はね、ワックスがけですね。車の方がね、どうしても磨いただけだとね、まあ、撥水とかそういうのはあんまりないんで、まあ、簡易的なね、コーティングの意味合いもつけてっていうところですね。まあ、持ちとしてはね、何もしなければ、まあ、1ヶ月もするとね、なんか、自動とした感じにはまた戻るんで、まあ、あとは買われた方がね、まあ、しっかりと洗車して、まあ、ワックスもしくは撥水的なものをやっていただければいいのかなと思いますね。ではね、次の作業ですけど、次はね、パネルですかね、なんかまあ、メッキのモールみたいなパネルがあるんですけど、それをね、リアゲートとね、スライドドアに取り付けをするっていうとこです。でね、まずはね、ダッシュをしてから、ね、あと位置決めをしていくっていうとこですけど、これ磨く前にね、貼り付けるとね、今度ね、ワックスがついたりとかね、磨き粉がついたりとかするんで、もう先に磨いた後にやりたかったんですよね。ただ、じゃあ磨いてワックスかけてるんでね、ダッシュをしっかりしとかないと、今度くっつきが悪いっていうトラブルもあるんでね、そこを気をつけるっていうところです。で、まあこんな感じでね、貼り付けの位置のマスキングをして、で、今このまま貼ってれますけど、一応プライマーはしっかりと塗ってます。で、プライマーをね、塗った方が、両面テープの密着がいいんで、脱脂だけだとね、正直ね、弱いと思います。
で、もうこれ一度貼り付けたらね、やはり何年も貼っとくっていうことを想定したら、プライマーをね、しっかりした方がいいと思いますね。で、まあこんな感じの出来栄えです。で、次はね、サイドの方ですね。まずは1ギメですね。これはね、今度リアゲートと違って、まあね、次の扉にもつくんでね、クリアランスとかもしっかりと確認して、一回仮で当ててね、ぴったしのツラツラなのか、若干隙間が空くのかとかもね、見てもらうと。で、今塗ってるのがこれプライマーになりますね。で、プライマーを塗った場合は、場所を失敗した時にね、今度剥がそうとすると、剥がれないんでね、しっかりと位置取りと、で、あと両面テープをね、残した状態で貼った方がいいですね。で、それでね、こういう風に貼った後に抜いていくっていうスタイルでやれば、まあ失敗は少ないんじゃないかなと思います。で、次は今度後ろ側ですね。また位置取りをしっかりとして、で、またね、こちらにプライマー、まずは脱脂ですね。こちら脱脂の方をしてます。で、脱脂をしっかりとして、ね、で、プライマーを塗って、ちょっと塗るとこ映ってなかったですけど、で、今度こちらですね、こちらの方の方を装着して、位置をしっかりとね、合わせて、で、左右のバランスと上下のバランスと見て、取り付けの方をします。で、これでね、しっかり取り付けの方が終わりましたね。で、まあ、できた感じはこんな感じです。見た目はなんか刀みたいな感じのイメージのモールですね。はい、じゃあね、次はね、こちら、ね、ミラーリンクをね、今から付けます。で、こちらの車はね、映像の入力をするっていうところが別売りになってるんで、まずはそのね、ハーネスを買ったんで、それをね、まずつけると。で、ミラーリンクユニットをつけるっていう流れです。で、サムさんのね、こういう伝送系の作業、ナビとかドラレコとかっていうのをするときは、基本的にはね、靴じゃなくてね、まあ、スリッパで大体やってますね。なんでかっていうと、まあ、乗り降りをするときに、基本的に靴脱いで乗るんですよね、お客さんの車にね。だからね、スリッパ作業なんですよね、大体は。で、まあね、こういう新しい車なんか特にそうですけどね、やっぱり気使うんで、まあ基本的にはね、靴をじゃなくてスリッパでして、そのね、車に乗るときに脱いで入っていくっていうようなイメージでやってます。で、まあこちらの方がね、装着が完了しましたけど、この車ね、HDMI が付いてないモデルなんですよね。だからグレード的にはね、そんな高くないんで、その HDMI がないんですけど、だからこの画面を見てもらったらわかるんですけど、ちょっと荒いんですよね。まあアナログのね、ピンケーブル入力なんで、しょうがないのかなっていうとこなんですけどね。まあそれでもね、離れてみれば、これちょっとアップしてるんでこんな風に映ってますけど、離れてみればそこまではないんですけどね。まあこんな感じでね、とりあえずね、ミラーリンクとして使えるようにしてます。ではね、次の作業ですけど、次はね、エアコンメンテナンスの方をしていきますね。で、こちら見てもらうとわかりますけど、10.7 度ですね。まあ普通には冷えてますね。もうちょっと冷えてもいいのかなっていう気がします。で、こちら見てもらうとわかるんですけど、ちょっとね、本当は抜き取りのとこから映したかったんですけどね、気がついたらカメラ回ってないっていうところで、バタバタ押したらね、この状態出したっていうところなんですけど、規定値290って下側に書いてますよね。で、上280って書いてましたけど、こちらの車はね、290が規定量で、まあ入ってなったのはね、280なんですよ。で、こちらの車ガスね、1234YF ガスで、新ガスの方になってます。で、まあ入ってた量としてはパツパツ入ってたんでね、まあ非常にいいんじゃないかなと思います。で、まあ今からあとガスの方ですね、290充填します。で、まあこれでね、温度変化がもし起こるとすれば、原因として挙げられるのは、まず真空引きをすることで水分の除去。一応ね、1500キロですけど、2年ほど経ってます。で、あとはね、ガスの純度ですね。やはりそこが一度こちら回収されるんで、おそらくね、こちらの新ガスが 99.7% だと思うんで、こちらを通すことで 99.9% になるんで、まあその辺のスペックアップもあるんじゃないかなと思います。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。こちらのね、650の担当ですね、の納車準備でした。で、走行距離がね、まだ2000キロぐらいなんで、ほとんどね、やることはないんですよね。メンテナンスに関して言えばですね、一応ね、オイルとか変えたりとかっていうのはやってます。で、まあ車の方とかがね、ちょっとまあ磨いたりとかしてっていうとこ、まあ、あとはね、ガスですね、1234ガスがこちら実装されてるんで、まあ、そちらのメンテナンスをしましたけど、まあ、ガス量もね、ほぼほぼいい感じに入ってました。この前やったね、ヤリスと比べるともう全然数字としては違うんじゃないかなと思います。だからこっちの方はね、ちゃんとパツパツな感じで入れてくれてるんでいいんじゃないかなと思いますけどね。でね、あとはあれですね、ナビの方にね、映像の入力の方を入れて、まあ、ミラーリンクで映像が出せるっていう風にしてるんで、まあ、若い人が乗るみたいなんでね、まあ、その辺でね、まあ、うまく使えるような感じにはサービスで施工してます。ではね、今回はこの650担当の納車準備でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。